フランシスコ出身の男子テニス選手。第一次世界大戦中の全米選手権で1917年1918年に男子シングルスに連覇を達成した人である。左利きの選手で全米選手権男子シングルスの歴史を通じて3人目の左利き優勝者になった。彼は身長188センチメートルほどの長身選手で左腕から 強力なサービスを繰り出し、素早くネットに詰めるサーブボレーのプレースタイルを武器にした。マレーはスタンフォード大学を卒業し、科学技師の仕事に就いた。第一次世界大戦の間、彼は火薬製造の仕事に従事していた。世界大戦の間もテニスの全米選手権は途切れることなく開催が続行され、 マレーは1916年の初出場時には、ビル・ジョンストンとの準決勝まで勝ち進んだ。1917年の全米選手権は、赤十字社の資金集めのためのイベントとして開かれた。マレーは勤務先の科学工場、フッカー科学社長の勧めにより、この愛国的なトーナメントに出場し、初進出の決勝で、ナサニエル・ナイルズを5から7、 8から6、6から3、6から3で破って初優勝した。1918年の全米男子シングルス決勝で、マレーは、当時25歳のビル・チルデンを6から3、6から1、7から5のストレートで破り、大会2連覇を達成した。終戦後の1919 19年、彼は準々決勝で、ジョン・イストンに破れて3連覇を逃し、この大会を最後に、 全米選手権を退いた。全米選手権男子シングルスにおける左利き、優勝者はロバートレンとビールズライトに続き、マレーが史上3人目となる。4年間の選手生活を終えた後、マレーはニューヨーク州バッファローに住んだ。1954年にロードアイランド州ニューポートの地に国際テニス伝道が設立され、彼は1958年に 伝道入りを果たす。第一次世界大戦中の全米選手権に連覇から半世紀後、ロバート・リンドレー・マレーは1970年1月17日にニューヨークのルイストンハイツにて77歳で死去した。ありがとうございます。